大人の世界にこそ。はい、4×100m リレーね、前回記録まだ反映されてなかったんで、今回のやつ見てみたいと思います。何位になってたんだっけかな、30位ぐらいに入ってたんだけど、確か。さあ、何位でしょう。そうですね、34位か。あー、33222という、もうゾロ目でね、統一されてね、こういう感じなんですけども、32秒台に突入すれば10位以内も見えてくるのかもしれないという。あー、そっかこういう感じか。もう、まあ、32秒はもう切んないと10位にはまず確実に入れないということで、はい、ではやってまいりたいと思います。またね、いつも通りなかなか記録は出ないんで、まあ、良きところでカットして編集してお送りしますんで、まず今日一発目、まあ一発目だからね、一発目から出ないね。ここを上手に修正していって、お、最後だけ、最後火吹いた、最後、いいよ、3番目が一番鬼門なんでね、まあ最初ながらこんなもんでしょう、よし、スタートいい、バッチリ、よっしゃ、来た、いいよ、来た、早くも来たか、来た、3人目も火吹いた、どうやこれは、でもいきなり2走目で来たよ、まさかの本日2回目で3回とも成功で、最後、33147か、スタートがね、でも結構決まったんですよ、ちゃんと33147か、222から147だったから、ちょっとね、だいぶ短縮はされたんですけど、スタート良かったんですよ。そして、いやー、3走目もね、1回目、3回目のやつでバッチリ決まったときに、あ、これはタイミング合うな今日はと思ったら、32秒台には突入せずか。あー、胸もまあまあいい感じで張ってるね、ちゃんとね。これで32秒いかないの、そっかー、あとどこを修正すればいいのか、もう、まあでも、徐々にもう細かいところを修正していこう。今度また勝負しよう。よし、でもね、3回炎を出しさえすれば32秒に突入するんじゃないかっていう希望期待があったんで、これでいかないとなると結構もうさらに細かい修正が必要だったね。ちょっとね、2回目に出しちゃったら動画的にもダメなんでね、後半にもちゃんといい記録を出さないと。あ、ちょっと、でも諦めない。来た、火吹いても、勝ったけど、33818か。今日2回目の3、ラスト100杯いったんだ。はい。まあ、勝ったんでね、勝った時は残しとこう。やりよんな。まあまあ、よし、いいよ、久しぶりにやった1、よし、来た、いいよ、あ、最後、早めに胸出しして、でも自己記録に迫るぐらいの勢いでね、ただやっぱり、早めの胸出し、おめでとう、これでね、ほんとギリギリのところで、おっとっとでつまずかないぐらいのところで、もうこれ大事だな。
1。きた、よしよ。あ、しくじった。きた、きた。競ってる。しかし伸びる。よし。まあ33秒台ね。今日何本目かの。はい、ラストの結構99とか行くから、桐生君は割といい感じで走れてるんですよね。3走目か、鬼門が。2人目にちゃんとバトン渡ればもう乗ってくんだけどな。難しいんだよ。あ、来た来た、よし、来たよ。いいよ。あ、でも諦め。来た、よし、ここは突き放す。よし、33秒台だけどね、ラストはいいんですよ。ここなんだな、100、やっぱりどうもサニブラ君がいまいちなんだな。フライングギミン飛び出した。来た、いいよいいよいいよ。よし、来た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 。でも早いだから、早いだから気持ち的にはいいんじゃないか。どうだ。まだ、うーん、33414か。まあ惜しくねえな。その前の自己記録すら追い越してねえからね。ああ、やりよんな。おめでとう。よし、来た。よし、よいよいよ。よし、いいよ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 、いいよ。あ、また出ちゃった。勝ったけど、まあ一応、うん、勝ったね。あ、反映されてる、やっと反映されたよ。はい、というわけで23位ですね。はい、ここまで来ました。いやー、でもちょっと3回炎出してこれでしょ。あとはもう胸張りをいかに速くするかとか、スタートをいかに速くするかとか、そういうのでちょっと32秒台に突入してくると思うんですけど、厳しいですねちょっとね。まあはい、とりあえずはまあこんなところで、まああのやれることはやりましたという感じで、はいはい、結局クライマックスは2走目だったということで、はい。というわけで本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。